しましたか。見てください、こちら。じゃじゃーん。なんということでしょう。ここだね。車に傷がついております。こことこの下がすごいよ。ここが。剥がれちゃった。外れちゃった。なんとですね。なんとなんと。パパさんが車ぶつけてしまいました。ねえねえ、パパが痛いんじゃないよね。車が痛いんだよ。車に謝罪してなかった。当てですいませんって。はい、ということでね、ちょっとこれをあの目立たなくさせたいと思います。はい。車洗車しないとね。そうだね。ということで、のんきにリミちゃんは車の中で何してんの？TikTok 見て、大好きな TikTok を見てるそうです。はい、でもね、よかった、まだこれで済んでよかったよね、うん、めっちゃすごい音したもんね、うん、ダーンってね。いや、私さ、びっくりしたもん。なんか傷よりさ、うん、すっと傷よりさ、うん、へこんだ方がさ、面白かった、ね、面白かったとか、そういう問題じゃないよ。いや、動画的にとかそういう問題じゃなくて、本当ね、気をつけないと。そういう問題じゃなかったら、もうこれがやばかったよね。やばかった。これ以上やってたらやばくない？やばかった。もうバコバコにへこんでさ。動いたって。何やってんの？よかったね。よかったね。あとぶつかったのが電柱でよかったね。本当。人とか家だったらもう。電柱の車ガードですか。そう、だから多分あれ絶対いろんな人ぶつけてるよね、うん、あれは絶対通れないよ、うん、やばい道でした。やばい道を通ったとね。そうよね。この板を手前で停止。エンジン停止だって。これで終わりかな。この後光沢ポリマーです。これは初めて。自動で上昇します。
ず、うん、どうなんだっけな、終了だ。